相手は強そうだけど気持ちで負けちゃダメだからね。せやね、相手が有名やからってビビってもうてたわ。僕らだっていっぱいバトルして成長してきたんや。その全部をぶつけていかんとね。いいこと言うじゃん。任せてくれたみんなのためにも負けられない。クリアだな。にしてもなんかこのメンバーで出撃すんのって久しぶりちゃう？そう言われてみればあれから仲間も増えたしね。この前の話なのになんか懐かしい感じがするわ。最初のボス戦でヒーヒー言うてたのが嘘みたいや。私は最初からマイスターレベルを目指すって言ってたじゃん。まだトーナメントは始まったばっかりなのに終わった雰囲気出してどうすんの。おっとそうやな、僕たちの戦いはこれからや。それもなんか終わっちゃいそうな雰囲気。とにかく気合い入れ直して進まないとね。爽快高校チームもそろそろ出てきそうだし。
来た。ノリで参加しちゃったけど、やるからには優勝を目指すよ。行くぞ二人とも、俺たちの最強を証明するとき。その言葉も懐かしいな。いちいち咲かせ、なんか慣れてるって感じ。全然緊張してないし、さすがはベテランってことだよね。経験はあっちは上か、ならこっちは意外と根性で勝負。おお、やったるで。やる。若い世代が育っているということか。僕ら、あの総会高校に勝ったんや。やったの、めちゃくちゃ強かったけど、なんとかなった。なればできるもんやな。これで1回戦も無事突破や。幸先のいいスタートが決めたで、ね。